本当に来てくれた伝説のアキナ最速の男藤原文太。池谷先輩、これ一体何が始まってるんすか？途中にも人がびっしりいたし、なんか俺場違いな感じ。匠、どういうことだこれは。どうって、俺親父が行けって言うから来たんすけど。親父？藤原匠、お前豆腐屋の藤原さんの息子なのか？はあ、そうですけど。でもどうしてお前が。俺はただアキナの下りで RX7 に勝ってこいって親父に言われて。